おはようございます。ヨッシーライダーです。さて、冒頭から、毎日のお勤め、レッドマザーのとこ来てます。奴隷2人いると楽っすよね。なんとか1人で倒す方法いろいろ工夫したんですけど、結局奴隷2人いると楽です。当たり前で、楽をするとなんかいいドロップが来ないよな。はい。で、今日ははい、これちいかわ、こっちピカチュウ、ちいかわとピカチュウですね。はい、この2人はとりあえずここへ置いてって、作りかけの露天風呂に奴隷を配置に行きます。で、もう一つ作りかけの露天風呂を、ある程度完成させてこようかなと思ってます。露天風呂はですね、2箇所です。箇所は南の方、南の島ですね。はい、ここ南国の島です。で、場所は南の島の島さんがいるところと、骸骨がいて硫黄が取れるところ、その中間ぐらいです。お立ち寄りの際はどうぞその辺にありますので、ぜひともご利用ください。看板もね、立てときますので。ちょっとね、高台から見下ろす感じにしたんで、ちょっと分かりにくい、下から見ると分かりにくいんで、入り口に看板立てておきます。露天風呂、はい。ここはね、とりあえずはね、キャンプ場みたいな感じになってるんで、キャンプ場、露天風呂付きキャンプ場みたいな感じですね。ここにね、釣り用の桟橋もあります。あと、バーベキューコーナーもあります。はい、もう一箇所。もう一箇所は、ここね、なかなかね、ロケーションいいんですけどね、ちょっとね、移動席をご利用いただかないと来にくいところです。ね、周りこれといったダンジョンとか、ものが、物資が取れる場所じゃないんで、ちょっとね、わざわざ来ないと来れない感じかな。なので、はい、掲示板掲げておきますので、ぜひうちのクランの移動席をご利用になって遊びに来てください。やっとね、資材もそこそこね揃えられたので、サガンからちょっとグレードアップしときます。これはね、打たせようね、ちょっとね。仕込もうかなと思ってます。はい。
これはね、邪馬台の温泉ポンプ。まあね、いろいろね、応用が効く便利アイテムですよね。まあ、農場でね、こう洗い場に仕込んだり、なんかね、うまく使うとね、あのなんかの象の口から水が出るようにできるみたいですけどね、それはね、そういうのはジリオンさんが得意で、自分はちょっとね、やり方よくわかんないですけど、はい、お湯出ました。打たせ湯ですからね。ちょ、椅子を置いて、まあここはね、滝を見ながらお風呂に入れます。なかなか景色のいいとこ。ちょっと奥すぎるんじゃない、これ。まだちょっと奥すぎるかね。うん、その辺でいいんじゃないかな。どこに置こうかなと。まあね、これね、土台のね、水面からの深さ、水深、これ調整するの結構何度もやり直したんですよ、正直言うと。
うん、こんな感じでどうでしょうかね、歌水湯も。あ、服着たまんまじゃん。服、ちょっと服だけ脱いでもらおう。はい、もう一人歌水湯に配置して、はい、こんな感じでとりあえず皆さんご来店お待ちしております。またライブでお会いしましょう。さようなら。吉白板でした。